今シーズンは、外野手一本で、レギュラー取りを宣言した、根尾昂選手。シーズン始まれば、外野のレギュラー争いに負け、強打選手の不調により、ショートに再コンバートを命じられるも、レギュラーを取れず、首脳陣を悩ます事態が続いています。そこでとうとう苦肉の策が、二刀流。この二刀流について、プロ野球 OB、評論家たちが、根尾選手の二刀流に苦言を呈しています。さて、根尾選手の評価はいかに？この動画が面白かったら、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ピッチャー根尾昂について、プロ野球 OB たちの見解は？いや、意外とフォーム良かったですよね。バランスも良かったし、その腕の振りもコンパクトに振れて良かったし、だから意外とフォームいいから、もうピッチャーでもいいんちゃうかっていうね、思い切って。いや、もう甲子園でも見てたんで、投球フォームとか見ても、能力が高いなと、綺麗な投げ方もしてるんで、ピッチャーとしてももしかしたらこうできるんじゃないかなみたいな、可能性はやっぱ周りの人みんな感じてしまうやろうなという感じがしますけどね、はい、まあまあ強い力で投げてると思うんですね。それでストライクゾーンに投げ込めてるっていうことと、あと変化球でもカウント取ったり空振りを取ったりしているので、そのピッチャーとしての能力はかなり高いんじゃないのかなと思いました。現状阪神さんの投球も見ましたけど、ピッチャーの球じゃないんだよ。そうなんですよね。とりあえずなんかスーッと来る速い球っていうことで、なんかこうなんか差し込めるようなボールじゃないっていうのは今現状あります。だからこれがピッチャーの練習を専門的に始めたら変わるのかどうかっていうのはまだ疑問符がつきますけども、ストレートで皆さん大騒ぎしてるけど、今の時代150球のまっすぐだけでは勝てませんからね。そうなんです。やっぱいい変化球が1個ないとね、スライダーはストライク入るだろうし、いろいろあるだろうけど、150キロ、それが空振り取れたりファール取れるような今まっすぐじゃないんですね。簡単に弾き返されるまっすぐなんで。そうですね。バッターの方にあんま行ってないんですよね。もうこう引きの投げで投げてたから、バッターとしては全然怖くないなっていうのね。あれでいい変化球がね、こう空振り取れるようなのが1個あればいいんだけど、その他の変化球が普通なんで。二刀流根尾昂についてプロ野球 OB たちの見解は、ピッチャーとしての根尾君っていうよりも野手の中での根尾選手ですよね、はい、他のピッチャー陣を休ませるためにっていうところですよ。だから点差が開いてる時しか使うことはないんじゃないかなと僕は思います。だからピッチャーとして鍛えるんであればやっぱり2年3年必要ですよね。今すぐピッチャーでっていうのはちょっと厳しいと思います。野手がもしうまくいかないんだったら、もう思い切ってピッチャーに転向するっていうのも、手ではあるんですよね。だって大げさに言うと、プロ野球界の中で対戦することが一番のゴールじゃないですか、ってなった時に、じゃあいわば野手でもポジションを変えるのと一緒じゃないですか。キャッチャーだったけどファースト行って、もう代表クラスになった小笠原さんとかね、和田さんとかもそうじゃないですか、銀次とかもそうですよね。でコンバートして良くなったその野手の選手たちもいっぱいいるわけですよね。内野から外野行ったとか福留とかそうですよね。って考えたら別に野手からピッチャーのともう一緒じゃないですか。ただのコンバートですよ。って考えた時に将来的にですけど、今は別にね、野手で対戦すればそれはそれで一番いいわけじゃないですか。だからそこがもしうまく回らなかったりとか、ドラゴンズに他の選手で補えるからなかなかポジションがないいんだったら、思い切って二刀流先発しながら打席入って二刀流でいくっていうのも面白いですよね、はい、そうですね。もうそうなるともうちょっとそのピッチャーに対する時間とかっていうのが必要になってくるのかなと思います。ただ球は速いんですけれども、バッターから見てそのタイミングが取りにくいとかっていう感じではまだ今のところないんですね。なのでまだその野手投げというか、ピッチャーがその投げてるっていうより野手がすごいボールを投げてるっていう形に近いので、これはその投げる間であったりとかタイミングのずらし方とかっていうのを覚えていくと、僕はね、その短いイニング、もう現段階でもうまくいけば短いイニングだったら1軍でも抑えられる能力があるんじゃないのかなと思いますね。でもなんか本当に彼を見てるととても器用
でどこをやらせてもうまくできそうな感じがするんですよね。だ例えばキャッチャーやってもそこそこできちゃうような気がするので、ある意味それがプラスに働けばいいけれども逆に働いてしまう可能性もなくはないと思っているから、その辺はね慎重に監督であったりコーチが判断することが大事なのじゃないのかなと思うんですけれども、でも今日もね平均で言ったら140後半投げてるって、なかなか140後半から50投げるピッチャーっていうのもねプロでも少ない中でパッといってできるわけですから、能力としては間違いなく高いんですよ。であとはどこまで本気になれるかですよね、チームであったり選手、まあネオ選手自体がだと思います。その投球フォーム的にはオーソドックスな投球フォームで、バッターからすると、そんなにこう怖さはないと思うんですね正直。ボール自体も、まあ、もう少し体の使い方っていうところをね、ピッチャーとしてのバッターに打ちにくい、バッターがタイミング取りづらい投球フォームであったり、まあ、真っすぐだけでは勝負できないんで、それ以外の変化球も駆使しながらやっていかないとなかなか抑えることはできないですし、まあ、そういったところを考えるとピッチャーだけで考えると、そのあたりをしっかりこう時間を作ってやらないと、まあ、そんなに甘い世界ではないんでね、うん、簡単なもんではないかなと思いますけどね。この前ねネオさんを中日の、ご紹介したんだけど、あの人もなんか二刀流いけそうだった。いやどうなんですかね。どっちつかずなっちゃうんじゃないのかなと。それもあるかもしれない。でも大谷さんの影響は大きいね。それは大きいと思います、ね。うん、ただ比べるところは違うと思いますけどね。あ、そう。世界ナンバーワンですよね彼は。原則パリーグですよね、うん、二刀流やるんであればパリーグですよ。あ、そうですか。DH があるだけにね。なるほど。これはもう僕個人的な見解で話してもらうと、うん、話させてもらうと、いや今ネオにこんなことやらしてる場合じゃないだろうって僕思うんですよ、うん、でキャンプからねやっぱりこう外野手一本で行けで、今ちょっと強打こういう状態でやっぱりもたもたしてるんだからショートもやれるようになったらチャンスあるからじゃあショートに戻れという中で、やはりそのまあ結局一軍に行ったら外野でスタメンに出てるわけですよ、うん、まあ、僕これはいいんですよ、うんうん、だけどやっぱりそんなピッチャーまでやらしてそこまで行って今のその早の二刀流なの何なんて言ったら悪いですけど、それは大谷と一緒にしちゃあかんですから ね、まあ、ね、だからそういう部分に関してはやはり僕はネオに逃げ道をそんなに作らしちゃいけないと思うんですよ、うん、いや150キロ出るからそんだったら腹くくって僕は投手一本で行くっていうんだったら別にやればいいと思うんですけども、現状やはりネオのバッティングっていうのはかなり魅力があるものもあるし、まあ当然ね、現状良くなってるんですよ。うん、ファームで打ってるしね、良、くなってるんですよ、まあね、オープン戦の時もあれだったんですけど、僕らが見ても明らかにあネオちょっと成長してきてるなっていうところで、この逃げ道を作ったことによって僕は逆効果になるんじゃないかなと思って、僕はこの投げさせたっていうのはどうしてもピッチャーがいないからもうネオ最後投げてくれはありですけど、まあ、10対何歩で勝ってる時にじゃあピッチャー残してるでしょとっていうことでは僕はもうこれは反対でしたね。やはりネオ選手の二刀流について賛否両論ありました。一番多かった意見は野手が速い球を投げているだけでピッチャーの球ではないということですね。それと大谷と一緒にするなはごもっともない意見です。落合氏のパリーグならいいという意見はよくわかりませんでしたが、皆さんの意見はどうですか？よかったらコメント欄に書いてみてください。また次回の動画でお会いしましょう。